多分まあ配信者として長く持たないと思うんだよね、まず。多分ほんと金梅と同じ状態になると思う。多分最初雑談放送をやっててもある程度その人が集まってる人数の中雑談放送を挟んでから人は維持できるかもしれないけど、多分そのうち、ゼロワンの雑談が面白くないからそれで去ってって、どん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 去ってって結局元の、あ、そう、開けられて終了という。まあ金梅も同じやん。金梅も相対者やった時は人集まるけど、だんだん雑談が長くなってくると開けられてどん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 閲覧が下がってく。まあそうなるでしょう。ウルトラQでしょ。もう同じ状態なんだよ。ゼロワンの面白さが俺も全然わからないんだよね。全然わからない。つうか、あの、なんだろう。多分ただ見てる人たち、ただ見てるだけなのかな。なんだろう。なんかさ、ドキドキワクワクすることもないというかさ、想像ができるじゃん。次こんなことが起こるんだろうな、こうするんだろうな、ああするんだろうな、っていうのがもう全部見えるというか、何でも、吐く言葉もそうだけど、動きとかも全部わかるんだよね。だからかな、なんかまあ、特にゼロワンが、どうこあんま思わないね。まあ、ふいちゃんね、ゼロワンに関してはもうそれしかないのよ。人と絡んで生きていくしかないって自分が分かってるから、女関係とか、そうね、人と絡んでいくしかないって自分で分かってるからそれをやっていくんだろうけど、それを維持し続けるのって無理だよ。無理無理。だから金杯状態になっちゃうんだって、本当に。その時のダメージってでかいんだよ。閲覧が何千人っていうね、千人とかこうやって超えてる中やってて、それが閲覧が3桁にどん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 下がってて、それが800人、500人、400人ってこう下がってくる現状を見ていくと、多分ゼロワン最終的にね、200人ぐらいの閲覧とか180人ぐらいになるから、まあ見てればわかる。今年いっぱいかな。ドナルド・トランプいらっしゃい。もう何が、俺もゼロワンに関しては何が面白いかわかんない。あの、前室みたいなのがもうちょっと、前室みたいな、ああいう何でもないやつが、もうちょっと、なんだろう、童貞のおじさんが頑張ってますみたいな感じで女関係とかやっていくんだったら、なんか面白いけど、まだね、そっちの方が全然面白い。ゼロワンさんは10分も見たことないけど、飛ばすように言ってるような感覚、ああ、そうなのかね。ゼロワン見てると売名すれば配信いけるのかと思う。ザクロ姫らっしゃい。まあ、売名にはなるだろうね。売名にはなるかもしれないけど、自分のリスナーにできるかは別だからね。名前が売れるだけでしょ。名前が売れたからって自分のリスナーにできるかっていう、固定リスナーにできるか、その人たちがアイテムを投げてくれるかっていうことにつながるんでしょう。まあ無理じゃない。まず。なかなか難しいんじゃないのか、ここでやっていくのって。つか、まあ、配信って結構やってて思ったようにはならないからな。たぬきいらっしゃい。思ったようにはならないよ。ご意見番でも何でもないよ、別に。昔からやってることで。ユンパミンさんいらっしゃい。昔からやってること。あなたが俺の放送を見てないだけ。まあ、アイテムが全てじゃないんでね、配信も閲覧も全てではないけど、まあ、総合的に調子が良ければいいんじゃない。総合的に。みんなそうやない。まあ、うなちゃんマンも俺もそうだし、長くやってる人たちは、だいたい基準的な数値があって、それを下回らないでやっていけば別にまあいいんじゃないかなと思ってんじゃない、長くやってる人たちは。ただ今やってる配信たちは多分自分らが有名になりたいから、まあなりふり構わずやってるけど、足元見ないでやってる、足元見ないでもうその場しのぎのことやってると必ずリスナー減るからな。もうその時にはもう遅いからね。家族いらっしゃい。まあどうなんだろう。
俺は金杯の方に流れると思うけどね。また結局、そう、今ゼロワンが話題だからゼロワンの放送に行くけど、結局、まあゼロワンの放送にいるほとんどの方たちが金杯に行くと思ってるよ。そういう層なんだもん、そもそもが。うん、いろんなことが起こったりとか、こうやって見れるものを見に行く人たちだから、まあ結局そこは浮いてんのかなと思うけどね。だからヨッサンとかの方が安定してんじゃない。